テクラストラクチャーは、Windows 上で動く、建設用のコンピュータのアプリケーションプログラムで、コンクリートや鉄骨などの違った種類の材料を取り扱うことが可能なビムと言われている。このプログラムは 3D カナダドルプログラムである。衣装設計、制作をパソコン上で行うものである。特徴としては、モデラーソフトである。衣装、積算、思考図、組み立て図。 バラズののべてが可能である。フィンランドのテクラによって生み出され、フィンランド以外の支店代理店によっても販売されている。テクルストラクチャーズを利用した思考図このアプリケーションでは、これから開始する現場の3次元カナダドルのモデリングをするだけではない。このプログラムとは、他の純粋な3次元のカナダドルと同じように、 二次元の線は描かずに直接固形物を意図した長さだけ三次元空間のドーズの中に描いていく。建設業界では資材の性質は明示的に定義されており、モデリングはすぐに積算の完了を意味する。ソフト内に蓄積されているマクロ機能によって結合部の描画も当てはまるものを決定する形式になっている。しかし中には特別の形状で 積算基準に当てはまらない形状の材料も存在するため、その折りは、描画はまず 2D 形状を制作して、それを三次元化することになる。モデリングを完了した建造物については、このソフトがほぼ全種類の作図を行うことが可能である。工場内のバラ図から始まり、積算のための資材カウントまでも行う。このバラ図や積算表などの情報は、モデリングとは、 独立した形になっている。そのために、モデリングに、どのような変更を行っても、作図者の意図したタイミングで現実を、図面や積算に反映させることができる。固形物を意図した、長さで描画するという、このソフトの考え方は、製図そのものだけでなく、資材、形状といった重大な変更の作業についても、早く簡単に行うことができる。例えば、とある、 幅長の一辺資材の柱の結合部を作図すると仮定する。一辺の幅長を変更するだけで蓄積されている。マクロ機能によって結合部の形状も変更が完了している。同じようにして一辺から H 部に形状そのものを変更した場合においても結合部については形状の大きさに応じて自動的に変更が完了している。変更が意図に沿わない場合は その結合部のみの変更も可能である。製造用のバージョンとして様々なファイルが作成される。CAM から様々な工作機械に合わせたフォーマットのコンピュータ、数値制御、CNC から例えば、マシニングセンター、数値制御溶断機、数値制御プラズマ切断、鉄筋コンクリート、数値制御体、ノコ版、数値制御ボール版等用のファイルがそれである。デザイナーが、 資材の重複部分を特定するのを容易にし、また、製作や現場での組み立て段階でのトラブル回避に有効なのが干渉チェック投与のオプションである。また、他のたくさんのアプリケーションともデータを交換できる。さらには、各種建築との統合も可能である。テクラストラクチャーは構造設計の段階化、または細部のデザインのそれかを問わず、デザインと 構造計算用プログラムの融合可能性を提供している。また、数限りないアプリケーション作成とその投与をオープンにしており、ネットを通じて外部からのプログラミング可能性が提供されている。もともとは X-Steel という名前であった。1993年にテクラが X-Steel という鉄骨構造物に特化した三次元ソフトをリリースしている。 ありがとうございます。